はい、おはようございます。こんばんは。1分間ゆたくですね。なかなか。ミクとも触れてでも、最初、長々と、最近の、状況を語りましたけど、暑さが厳しいですね。なかなか、2日連続、夕食後、横になったそのまま寝てしまいましたですね。少し起きて、また、少し、その日のことを整理しようかと思ったら、なかなか、翌日、申し、なりましたですね。なかなか、この年でもう、62です。普通、定年60ですかね。私も、最初の会社が、まあ、22年間、大学入る前に1年間、フリーターですね。あ、違う、1年間、沖縄の、沖縄小学の、今は、その当時はまだ高校できてましたけど、小学院ですね。予備校の専門学校でしたけど、今は高校もできて沖縄小学と言ってますね。甲子園で、昨日ですね、慶応に、清原選手の次男さんがいる慶応に、逆転負け、6対2で負けて、少し、残念ですけど、まあそういうことで、那覇の小学院に通って、その後は、牧村とにあるマクドナルド牧村って、後ほど、最近ですか、4、5年前ですかね、マクドナルドの、関連する本で、牧村との店が、フランチャイズの第1号、国内第1号店ということで、初めてびっくりしました。素敵な、郊外店でしたですね。今は、その跡地にできた集合ビルにテナントに入ってるみたいで、その後、入ったことはありませんけど、1年間、オープニングかな、7時か8時かですかね、お昼の1時までして、10時頃休憩でしたかね、ほとんど、厳しい、フリーターでしたので、マックを買うことはできませんです。それで最近、少し結婚して落ち着いてよくマック、サムライセットとかエビフレオセットとか買いますね。その当時はもう隣の気分のショッピングセンターですかね。パンとなんかあれかな、ちょっと安くで、まあそういうことで、フリーターですけど、ほとんど、お昼、朝して、その当時、予備校1年でバイクの免許を取って、その2年目に入る前に、少し、アルバイト、親戚のが、建設業をしてますので、もう土方かな、下で、ある程度、5、6万ですかね、で、中古の125の、ホンダの短期とバイク買ったですね。予備校に通ってる1年目に、もう予備校に通ってましたけど、バイクの免許取りに来ましたですね。なかなか、なかなか勉強一本は厳しかったですね。思うように、私たちの世代が、高校3年の時が、全国共立一次の第一最初のスタートの年ですね。私の高校が八山高校でしたので、沖縄の本島に行って、その当時兄がまだ健在でして、で沖縄国際大学の4回生でしたので、その宿に泊まって、南部まで行ったですね。榛原の高校だったかな、結構遠かったですね。それで、共通事情を受けて、平均が600いくらでしたかね、1000点満点の5科目教科かな、それで私500ちょっとでしたですね。500半分ですね。2年目も500ちょっとでしたですね。なかなか1年目は、予備校通っていましたけど、講義を聞くだけで、なかなか勉強法、今でも、勉強どういう勉強法、それで最近、このアメリカの内科の先生かな、日本人ですけど、その医者の試験の、その上位の1%枠に入ったということで、東大かな、慶応かな、その勉強法がインプットしてインアウトする、
まずは記憶覚えてて、書いて、関連付けして覚えるということで、その動画が1回見ましたけど、私が最初見た時は100万超えてたかな、超えてなかったか、今200万超えてますね。結構何回か見て、その覚えて、その関連付けしてから、覚えるということで、勉強法ですね。まあ、いろいろと今日は、1分間インタク喋っていますけど、なかなか、一部も今の、職場に入って、それまでガラケーでしたけど、まあ、LINE をが仕事で使うということで、グループ LINE ですね、最初はもう、写メして何のことかわからなかったんですが、写真を撮って送ってくれということで、その当時もなかなか、まあ、私たちの世代はポケットベルからそういう、携帯ですね、一時そういう製麺業で、自分の携帯と会社の携帯を持った、そのあれは、ガラケーかな、ガラケーの携帯ですね。今そういう動画作りも、私もそういうほとんど写真で使いしてカメラ、写真、デジカメも一台その後買いましたけど、若い時、写真は持ってなかったですね。そういう、まあ学生時代かな、その当時は主流が、私の社会人が終わるまで、使い捨て、カメラが私の記憶で新しいですね。そういうことで、ホームビデオ撮ったことないですね。そういう、まあ家庭持ちましたけど、そういう、まあ、デジカメラで動画を撮った、あまり記憶はないですね。そういうことで、YouTube、 この今の職場に入って、まあ LINE、まあ、そういうことで、この何ですかね、今はその当時が 4G で、今は 5G で、あまりどう考えるかなと思って、まあ、いろいろと機種変更していますけど、まあなかなかその当時はスタンプとか、なかなかもう目新しいものがありましたけど、まあ、LINE、そうですね。そして、YouTube、まあ、TikTok もその、あれは令和になってからですね、そういうことが流れで、そういう SNS ですね、ほとんど、まあ、最近はテレビをなくなりましたですね。その当時、よく中田敦彦さんとか、最初は、カジサクさんとか、そういう、もう今はすごいですね、500万人とか、今、特にまた最近はウクライナ情勢、その2022年の2月24日に侵略して以来、関心がそっちに、最近はもうニュースユンタクで、主にウクライナ情勢を追っていますけど、なかなかそういうことで。最初支援一遍投げた動画が、いろいろと、中田敦彦さんの YouTube を真似て、いろいろ本の紹介をして、まあ、ほとんど読んで本の紹介をしてましたけど、その流れで今ローマ人の物語読んで、の感想、ほとんどもう朗読を本の読みのしかできないですね。まあそういうことで、まあ聖書一日一章とか、今何を喋ってるかな、こんな感じで、去年ですかね、5カ年計画で65まで、まあ、1000人行けばということで、他の、YouTube さん見ると1000人、1万人、10万人、100万人行くと、もう思わず挫折、心が折れていますけど、なかなか、その質と量と、賜物ですね、その人の YouTube の、なかなか、サムネをやっとできましたけど、いろいろその編集能力、編集することがまだまだ、できませんので、ほとんどノーカットの編集で一本でいってますね。サムネも写真だけで、編集したいなという思いがありますけど、なかなか、休みの時に時間がありますけど、そこまで手が回らないですね。ノーカットの編集で、お送りしています。ニュースインタクは長くなりましたですね。そういうことで。直近で、まあ、1年目が250、2年目が500、
まあ、途中でそういう5年計画を立てて、以前金融機関に勤めていたのでなかなか目標を立ててよく不当たりということで、1年目が250、2年目が500、2年目、3年目が750、4年目が1000人ですね。まあ、4年ということで65で今62ですので、2年目500、まあ前倒しになってるですかね。そういうことで途中から低めの目標を必達できるようにということで、今2年目で、去年が、まあ、そういうスタートで、今年の、まあ、10月で、5年目にスタートになりますけど、設定目標したのが本腰入れたのが、今が2年目ですね。今年が2年目の500はもう4月ですかね、4月頃500行って、今、700行ったところで700、今日は、10名切りましたですね。今現在700、今見たら減りましたですね。マックスが712名行ったけど、3人減って709名ですね。まあそういうことで、来年が750ですので、その2025年が1000人、1000人ということで、まあ、低めの、なかなか、主に動画、ショート、昔、最初の当時から、そういうショートも撮っていましたので、最近はショートと、あと、まあ、1年経ちませんけど、ライブですね、ベランダのバラをまだ1年経ちませんけど、その3本立てで行ってますけど、ショートの方が、なかなか大変ですけど、人数が増えたり、まあ、増えても 4,5 人ですね、また減っても 4,5 人減りますけど、そういう流れでチャレンジしてますけど、他の YouTube やっぱり、質とあと編集とですねと思いますね。まあ、趣味じゃないです。まあ、趣味ですね。楽しみで、まあ、本業はパートですので、なかなか、65から年金ですね。年金、暮らしになりますけど、まあ、そういうことを楽しみにしながら、しています。YouTube 頑張ってます。結局 YouTube 話になりましたですね。はい。なかなかと、久しぶりにちょっと、いろいろなことを、暑さが厳しいですね。なかなかコロナも収まって、そろそろ、生まれたふるさとにも帰省したいなという思いもありますけど、なかなか、パートでも忙しいですね。はい、こういうことで、今日はなかなかと誘惑してしまいましたけど、まあ、YouTube の登録、チャンネル登録に一騎打ちしています。ちょっと情けないなと思いながらも、これが現実ですね。はい、マサトのこの、1分間にとか長くなりました。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いします。今日は、少し、11時が礼拝ですけど、ゆっくりしてますけど、今日の1日スタートですね。マサトのまた次回の1分間にとかでお会いいたしましょう。マサトでした。シューゲネスパシャンブルジュ、シャロム、シャロム、シャロム。